それが噂の新しい絵の具か。そんなに変わらないような。見た目で判断しちゃダメだよ。何せこもってる思いが段違いなんだから。ちょっと待った。その絵の具を使うのは一旦ストップ。え、なんで？せっかく不思議な絵を描けそうなのに。
ああ、言いづらいんだが、かけると逆にまずい。かけるとまずい？それってどういうこと？昔、とても個性的な腕の画家が不思議な絵を完成させたことがあるらしいんだ。その絵の中に広がってたのは、その、なんだ、錬金釜の中身をひっくり返したような乱雑な世界でな。その絵に入ったやつは危ない目に遭いまくったと。まあそういうことだ。おお、つまりリリーの絵が下手っぴだから本当に不思議な絵が出来上がっちゃうと。困る。未熟な画家が不思議な絵を作ると本当に困る。お前たちが天界の花園に行きたがるのを止めたのも万が一が怖かったっていうのが大きいしな。不安に思ってたならリリー、やめとこ。もう寄ってたかって人の絵を下手っぴって。やめないもん、怒ったもん。私絵の練習始めるもん。たくさん練習してスーちゃんよりもお父さんよりも絶対に上手くなってやるんだもん。それでいつか絶対みんなが楽しめるような不思議な絵を描くんだもん。ああ、拗ねちゃった。お父さんが下手っぴなんて言うから。いや、俺は下手とは言ってないぞ。実際あいつの絵は味があって好きだしな。ただまあ、不思議な絵を描くなら最低限デッサンくらいはな。そうなんだ。私も本格的に絵の練習始めようかな。いいんじゃないか。お前たちにはあの絵の具があることだし、将来は不思議な画家姉妹として名を馳せたりなんてな。不思議な画家姉妹か、悪くない響きかもね。どこ行く？